これは TNC が独自に入手した強盗事件を捉えた防犯カメラ映像です。今日午前0時過ぎ、福岡市中央区天神3丁目、カメラの奥から白と黒のボーダーのシャツを着た白髪の男が歩いてきます。男の右手には白い手提げ袋が。それから数分後、夜の街に響き渡る女性の悲鳴。すると小走りで白髪の男が逃げてきました。男は手提げ袋の他に黒いバッグも持っています。走り去る男の後を追うように女性の姿も。強盗被害に遭った43歳の女性です。警察によりますと、女性は同僚と歩いていたところ、男に背後から抱きつかれて倒され、現金2000円などが入ったトートバッグを奪われたということです。女性はこの辺りで男からバッグを奪われましたが、果敢にも逃げていく男を追いかけていきました。男を追いかける女性、途中異変に気づいた通行人も追跡に加わり、およそ300メートル離れた場所で男を追い詰めました。その後、男は駆けつけた警察官によって現行犯逮捕されました。強盗の疑いで逮捕されたのは、福岡市南区長岡の無職、明賀明光容疑者60歳です。警察の調べに対し明賀容疑者は、お金が欲しかったので女性の後ろから抱きつき、バッグを引っ張って取ったと容疑を認めているということです。